んにちは。ただいま13時10分、 YSP 沼津へ点検に行きます。今回の目的はプラグ交換とエアクリーナーの交換。また今年も北海道に行きたいので準備をそろそろ始めていきます。で、今トータルの走行距離が1万8000キロちょっと超えたんだけど、最近燃費がすごい落ちたんですよ。だからプラグかななんて考えて、今までまあまあゆっくり走って25ぐらいかな、なかなか24を割ることもなかったけど、最近は 23.1 とか 23.34、 24に全然達しなくなっちゃったんだよね。何が原因かは分かりませんが、でちょっと考えてみるとオイルの銘柄を変えたんだよね。モチュールの 300V からヤマルーブ、ヤマハのオイルに変えたんで、それも原因かななんて今考えていますけど、まあプラグ変えてみてどうかということですね。まずアルプストンネルまでやってきました。お、富士山が見えた一瞬。いました、富士山。セブンイレブンを過ぎて、これを右折。おー、富士山。こんにちは、富士山。これだ。着いちゃったな。30分で来ちゃったな。まあいいか、早く来ちゃったものはしょうがない。よいしょ。到着しました。 YSP でプラグとエアクリーナーを変えてもらいました。なんかタンクを全部下ろしたりして作業は大変でしたね。なんか調子が良くなったような気もするし、でもまあセル一発目のかかりが良かったような、まあ自分がそう思ってればいいと思いますけど、まああとね、燃費がまたどれくらいこれで改善していくのか、それともやっぱりエンジンオイルの硬さなのかな。同じ10の40でも違うんだね、やっぱね。モチュールの 300V とヤマハのヤマルーブとではね。
一発目エンジンかけるときになんかセルが弱いっていうか勢いがワンワンっていうかね、くるくるって回んないんだよね。くるくるって回んなかったんだけど、バッテリーがもう弱ってきちゃったんだ、早いなーなんて思ってたけど、よく考えてみたらやっぱエンジンオイルを変えてからちょっと整備手帳、自分でつけてる整備手帳見ないとオイル何月に変えたかわかんないけど、ヤマルーブに変えてからもしかしたら朝一発目のセルの周りが重たい、そんな感じだね。モチュールの 300V にまたちょっと戻してみて、セルモーター始動で、朝一始動の一発でセルモーターが軽くなればエンジンオイルかってことになる。で、まあ、300V を使ってて、なんでヤマルーブにしたかっていうと、なんかシフトの入りがね、だんだんちょっと悪くなってくるんだよね。最初変えたばっかの時はスコスコ入っていいけど、オイル交換第1回目からもう 300V 使ってたもんで、純正のシフトチャッターが分かんなかったんだよね。で、今ここでやっとヤマルーブ入れ始めて、そうしたらやっぱね、ギアを変えるときやっぱね、硬いんだよね。で、あれーなんて思って、ネットでやっぱ調べたりすると、300V に変えたらスコンスコン入るようになったなんて書いてあってね。で、09%にこの間そんなことを言ったら、300V はそこがいいところだっていう風なねこと言ってましたけどね。まあ09%に聞いて俺も 300V にしたんだけど、なるほどと。でエンジンオイル交換するときもヤマルーブの方がまたトロトロしてるんだよな。で 300V の方がサラサラ、まあ、サラサラまでいかないけど粘度がヤマルーブの方が全然あるんだよね。で YouTube でなんか 300V とかなんか X オイルとかなんかホンダのオイルとかヤマハのヤマルーブとか同じバイクに入れてシャーシダイナモでバンバン回してた YouTuber がいたけど、それらでも5馬力ぐらい違うんだよねオイルでね。それでやっとこうガテンが今行きました。なるほどなと、そういうことかと。だから多分 300V はもうまとわりつくようにしてるから、こうカチャッカチャッカチャッてこう入るんだろうね、オイルがこう少なくてもね。やっぱそれでヤマルーブの方が粘度がちょっとあってベチャってくっつくから、ギアを変えるときに足の力が必要っていうかな、カチッカチッガチャッガチャって感じ、なんでかなーなんて思ってたんだけどね。今ヤマルーブは2回目か変えた、この間変えて、だから純正のオイルとシフトタッチっていうのはこういう感じなんだね。これでようやく合点がいきました。まあこれでまたちょっと燃費を満タンにして測ってみて、変わんなかったら今度はあれをエンジンオイルを 300V 入れてみよう。これでツーリングも行きたいしね。あともうチェーンも2万キロになったら変えようなんて思ってね、買ってあるんでチェーンも変えましょう。チェーンとスプロケか一緒に、
前と後ろのスプレーケットチェーンと、これで一応あとフロントタイヤも変えなきゃダメかな、北海道行く前にね。また今年も北海道行きたいもんで、だもんで、いろいろチェックしましょう。それでは今日はこの辺でさようなら、バイバイ。